1000円でラジコンを買いました。息子のやつなんですけど、ベンツのジープみたいです。だけど今のラジコンってライトがついたりするんですね。これ前進をするとですね、こっちのライトがつくんですよ。逆にね、今度バックの時はね、後ろのブレーキがつく。こんな感じでね、つくんですよ。ベンツで1050円。なかなかいい買い物かなって思います。これでね、子供のラジコン、練習して上手になるかな。まだ4歳なんてね。まあ1050円なんで、それなりだと思いますけど。以上です。